男子高校生がめっちゃ好きそうな覚え方があんねん。で、次14族やねんけど、めっちゃ下品で、臭い下痢すんなって覚えて、臭い下痢すんな。はじめはい、今回は、あ、どうも、秋トントンです。今回は、だけ周期表の覚え方っていうことでやっていきますぜ。で、ちょっと見る前にマジで、うん、お願いがある。失望せんといて。あ、今ね、覚えやすいからこう言ってるだけ。いつもはすごく真面目です。ちょっと登録してみてください。お、登録してファン動画見て。めっちゃ真面目にやってるから。で、女の子はもうなんかこう片耳、見るとしたら片耳ふさぎながらぐらいで、うん、おー見て、ごめんなさいね。不快に思ったらマジでごめん。だから不快に思うかもしれんからテロップは入れへん時が多いで。じゃあやっていく。前振り長いな。で、周期表って言われたら、こんなん与えられるやん。ね、1から20までは、もう普通に、水平、リーベ、僕の船、七曲がる、シップス、クラーク、カとか、クラーク、カルシウムって言って覚えたらいいね。で、もう最初覚えにくいなって思うねん、この歌。でもなんかみんなこれで覚えてきてるから、これの改良版みたいのはほぼないわ。だから、普通に言いながら、鍵、水平、リーベ、別にヘリウムが HE みたいなまでは、まずは置いとき、普通に周期表が書けるとこに持っていき、OK。それで、今回教えるのは、高校生とかなったら、縦でも覚えなあかんねん。今横に言ってたやん、水平、リーベ。でも、縦で覚えなあかんから、それを教える。で、それ、まあ、高校生の時に覚えてんけど、男子高校生がめっちゃ好きそうな覚え方があんねん。例えば、一番最初の縦、これ、一族って言うんだけど、ここは、水素、リチウムとか並んでるやんな。ここな、行くで。エッチなリナちゃん、クラブで腰振るって覚えてる。ここまでは大丈夫や、うん。クラブか、まあ、君の想像に、ま、任せるわ。腰振る。普通にこうやって楽しく振ってんねやろうな、みたいな。深くはよ。オッケー。エッチなリナちゃん、クラブで腰振る。結構覚えやすくない？なんか、ルビーせしめてフランスみたいな覚え方もあんねんけど、ちょっと僕はね、それ、あんまパッて入らんかったな。KRB、クラブって結構わかりやすくないみたいなな、俺はな。CSFR って。腰へ、フルーって覚えやすかってんな。うん。じゃあ次。二族に関しても、もうあなたの想像に任せんで、俺は普通に言うだけ。うん。ベッドに潜ってからしたらバラ色だ。何をするか知らんで。うん。それとか、ベッドの真ん中でしたらバラ色だ。とか言って覚えさせる。まあ、潜ってやったら MG になるから、僕は潜ってで覚えてましたね。で、からしたら、CASR で、からしたら、バラ、そうそのままやろ、バラだ、みたいな感じね。それで、3から12族、このちょっと縦が短いやつは別にテストも出へんし、趣味で覚えたらいいわ。もうなんとなく覚えよう、みたいなやつ。まあ、めちゃくちゃテストに出るのは、1族と2族、一番最初の場所とさ、今言った2番目のところと、17、18は絶対覚えとかなあかん。で、俺は今から13から18も教えるわ。OK。13族は、バストはあるがインテリで覚えんねん。普通にいいと思うけどな、インテリでもなって俺は思ってるんけど。で、一番最後までは覚えてないパタ形になってんねんけど、バストはあるがインテリ。うん。まあこれ作った人の趣味なんやろうけどな。B だけでバストを想像させるっていうな。うん。で、アルミニウム、あるが、いけるやろ。で、インテリ、そのままやろ。IN だ。インで、テリ、TL やねん、これ。いける ?L の小文字と I の大文字ってちょっと見分けつかへんよな。うん。ただ、それだけ覚えてて。で、次14族やねんけど、めっちゃ下品で、臭い下痢すんなで覚えて、臭い下痢すんな。 CSI 臭いで、下痢 GE で、すんなってやつが、まあ、鈴なまりみたいな感じ。ここに関しては SNPB がちゃんと鈴でなまりやでみたいな覚えてないと無理やけどな。で、次15族ここめっちゃ好きやねんな。日本の朝は酢豚とビールだって、ここめっちゃもう声を大にして言えねん。日本の朝は酢豚とビールだ。もうテロップも入れれるっていう。で、次16族すごく問題作やねんけど、オスの性器は鉄砲だって覚えねんな。もう何も言わへん俺は。うん、教師やし教える側やから、もうただそれで覚えてて、もう心で言ったらいいよ。口に出して言ったらあかんで絶対。うん、お、なんか覚えれるってなったらもうそれでいいです。次17族ここめちゃくちゃ大切やから絶対覚えて。ふっクラブラジャー愛の後で覚えてんな。ほんまにごめん。もうこれ見てる女の子たちな、ごめんな。男子こんなことで覚えてるってなったら軽蔑するよな。でな、
これな、学校の先生がな、たまにな、この先生そういうこと言ったらあかんやん。たまに教えてくれるときは、ふっくらブラウス愛の後って教えんねんな。もう深くは考えたらあかん、絶対。もう言葉だけで覚えて。オッケー、もう何も考えたらあかんね。ふっくらブラウス愛の後。もうそのまま覚えれるやな。もう覚えれたらいいから、その文の意味なんてないから、語呂合わせにな。あかんで、ね。変な想像したらあかんで、ね。次、18。これ結構俺の中では今日無理やりなんかなって思うねんけど、変な姉ちゃん、ある暗闇でくせ者に乱暴されるって覚えねん。くせ者にっていうのが XXE くせクロスみたいな感じで、くせ者にって俺は覚えてんねん。くせ者に乱暴される、 RN 乱暴される、変な姉ちゃんまではいけるやん。あるもうアルゴン AR アルゴン、ある暗闇でいけるな。それでまあこれをまあ、口にはあんま出さん方がいいから、あんた何言ってんのってなるから、心の中で、まあ、宗教はかけた方がいいから、宗教水平リーベイ僕の船七曲がるシップスクラークカルシウム書いた時に、次は縦で頭の中でな、オスの木は鉄砲だみたいな感じで頭の中で思いながら書くね。そしたら書けるようになる。あとはその名前とか原始の名前とかちゃんと覚える。はい、今回はこんな感じです。どうでしたか？幻滅した方、ごめんなさい。基本的には1から20はその歌で覚えて、1、2、13から18属縦は、今言った語呂合わせとかでも覚えます。他にも自分で、周期表縦覚え方でググったら多分出てくると思うわ。当時僕高校生の時はそれで覚えました。それを今持ってきてんね。自分で作ったんじゃないからな、決して、うん、で多分ここに関してはこの周期表の覚え方に関しては学校の先生ってあんまり教えてくれへんと思うねんな。だって多分覚え方自体がこういうなんかちょっと卑猥な、ちょっと下品なネタが多いねんな。だから学校の先生はな、立場上言えへん時とかあるやん。僕の時の理科の先生はあのなんか知らんけど教室が男子だけになった時とかにちょろって言ってた人もいた。うん、まあ いや、とりあえず頑張って覚えてください。またのことです。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方ぜひしてください。何か、上げてほしい動画だったり、覚えにくいものだったりあったら、リクエストしてください。すごいネタになるので頑張ってやります。バイバイ、ありがとうね、最後まで見てくれて。